マイキー・ウィップレックのリングネームで知られるジョン・マイケル・ワトソンはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州ロングアイランド出身。1993年、イカップリングウィズにてリング設営などを担当するスタッフとして入団。1994年、当時プロデューサーであったポール・ヘイマンに見出されプロレスラーへと転向。 マイキー・ウェルボディのリングネームで1月8日にデビューを果たす。2月にはマイキー・ワトソン、マスクマンであるヤングドラゴン2号へと変更し、3月よりマイキー・ウィップレックに落ち着く。5月15日、イカップリング・ウィズ・ティービー・を保持するピットブル1号に挑戦して勝利し、キャリア初の王座を体感。8月13日にジェイソンにベルトをダッシュされるものの、 同月27日、NWA のイベント、ワールドタイトルトーナメントにて、カクタスジャックとタッグを組んで、イカップリングウィズタッグ王座を保持する、パブリックエネミーに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。1995年10月より、イカップリングウィズ世界ヘビー級王座を保持する、サンドマンとベルトをめぐり構想へと発展。同月28日、 イカップリングウィズハードコア TV にて対戦して勝利し、ベルトをダッシュした。12月29日、ニコールドスコーピオとイカップリングウィズ世界 TV 王座、イカップリングウィズ世界タック王座のダブルタイトルマッチで勝利し、三冠王に輝いた。1996年、トップ戦線から脱落して中堅へと降格。スパイクダッドリー、いいトミードリーマーなどのレスラーたちとタンクを組んで、 PG-13、FBI と構想を展開。1999年3月、WCW へと移籍するも結果を残すことができず8月に退団。10月には再びイカップリングウィズへと復帰。WCW 移籍前と変わらず中堅の位置づけだったが2000年7月8日、イカップリングウィズ・オン・ TNN にて、田尻義弘との対戦から友情が芽生え。 シニスター・ミニスターをマネージャーに従えた、アンホリー・アライアンスを結成。FBI と名勝負を繰り広げ、8月25日には、イカップリング・ウィズ・オン・ TNN にて行われた、イカップリング・ウィズ世界タッグ王ー争奪トーナメントに出場し、決勝で、サイモン・ダイヤモンドジョニー・スウィンガー、ジェリー・リントミー・ドリーマーとサン・ウェイ・ダンスを行い勝利。優勝を飾り王座を体感した。 また、サイラス・ザ・バイラス率いるザ・ネットワークの一員としても活動した。2001年1月、イカップリング・ウィズ崩壊後、ニューヨーク州のアイカップリング・ウィズやペンシルバニア州の PWF、ニュージャージー州のジャポといったアメリカ東部のインディー団体を転戦。2002年、プロレスラーとしてのキャリアを終わらせる意向を発表して、セミリタイア状態となる。2003年、地元である ニューヨーク州ロングアイランドに、ジョン・カースと共同でニーワックなる、インディー団体を設立。若手たちの壁になるため、トレーナー兼レスラーとして復帰。2005年には WWE が、イカップリングウィズワンナイトスタンドに戦後を開催する、前にアンチテーゼを唱えたシェーンダングラスが先手を打って、開催した、イカップリングウィズリユニオンイベントである、ハードコアホームカミングに参戦。クリス・チェッキと組んで、 CW アンダーソンサイモンダイヤモンドと対戦して勝利した。2012年5月、名優であるタジリが日本で主催する WNC に参戦するため初来日を果たす。24日には、タジリと11年ぶりとなるアンホリーアライアンスを再結成して、ゲドージャドーと対戦して勝利した。二千十四年四月、ニューヨーク州の西 W にてタジリとタッグを組んで、 AR Fox リッチスワンと対戦して勝利。ありがとうございます。